長崎市科学館で夏の企画展が始まりました。暗闇の中でハラハラドキドキ、光と闇の仕組みを学べる科学の肝試しが体験できます。どうぞ。13日から長崎市科学館で始まった夏の企画展、ドキドキ探検 3D ミステリーゾーン。 3D メガネをかけて科学の肝試しを体験します。それではこのメガネを装着して中に入っていきます。行ってきます。広がっていたのは美しい光と闇の世界と思いきや、なんだろう、なんですかこれは。ちょっと突然リアルで不気味なフィギュアが登場します。その先を進むと、ここはなんか回転してるようなエリアですね。おー、もう本当にこれ本当にもう冗談抜きで持ってかれるんです。体が なんでですか。平行感覚が、ま、今全くどこがまっすぐか分かんないんですよ。まるで足元が動いているような錯覚に陥り、平行感覚が試されるブラックホールはまさにミステリーゾーン。怖いな。子どもたちも大興奮です。誰かいない。子どもから大人までそれぞれにいい形で楽しむことができますので、ぜひ1回だけではなくて2回3回と来ていただくと、より一層あそこはこうだったんだというのが見えてくると思います。夏休みのお出かけにぴったり、長崎市科学館2階学習室で開催中の夏の企画展、ドキドキ探検 3D ミステリーゾーンは9月23日まで。3階の展示室ではおよそ100匹のカブトムシと触れ合える虫虫展も同時開催しています。また来月4日にはかき氷やラムネ、スパイスカレーなど9店舗が並ぶ科学館マルシェが青空広場で開かれます。